サウスカロライナ州で弁護士の妻子が殺害された事件の裁判が全米で注目を集めています。殺人罪で有罪となったのは被害者の夫であり父親である元弁護士でした。サウスカロライナ州で1月末から始まった裁判で2日木曜日、弁護側の最終弁論が行われました。妻と息子を殺害したとして2件の殺人罪で起訴されたのはアレック・マードック被告54歳です。 Most of all, I'm sorry to Mags and Papa. I would never intentionally do anything to hurt either one of them. マードック被告は民事訴訟を専門とする元弁護士で、祖父や父親は検察官を務め、代々法律に携わってきた地元でも有数な家族の一員です。現在は弁護士資格を剥奪されています。事件は2021年6月、マードック被告が保有する広大な敷地内で起きました。マードック被告が1時間ほど認知症の母親の様子を見に行き、戻ってきたら妻と息子が犬舎の近くで殺害されているのを発見したと警察に通報しました。2人はそれぞれ違う銃で撃たれていました。被告は事件が起きたとき母親に会いに行っていて不在だったと警察の取り調べで話しており、それがアリバイとなっていました。しかし殺害された息子の携帯電話から事件が起きるわずか数分前に撮影した動画が見つかると、そのアリバイが崩れました。動画にはそこにいないはずのマードック被告の声が入っていたのです。マードック被告は嘘を認め、自身が鎮痛剤オピオイドの中毒で捜査に対して不信感があったと釈明しました。I wasn't thinking clearly. I don't think I was capable of reason. And I lied about being down there. And I'm so sorry that I did. また、マードック被告は自身の法律事務所や顧客から数百万ドルの金を盗んでいたことを認めました。Would you agree that your stealing increased over the years as we move towards June of 2021? Yes, sir. しかし、殺人に関しては無罪を主張し続けました。Are you a family annihilator? A family annihilator? You mean like, did I shoot my wife and my son? Yes. No. 1日水曜日、検察側の最終弁論が行われました。検察は金融犯罪の疑いから捜査の目を背けることが動機だとし、家族が所有していた銃を使い被告が犯行を実行したと主張しました。There is only one person who had the motive, who had the means, who had the opportunity to commit these crimes, whose guilty conduct after these crimes betrays him.2日木曜日には弁護側の最終弁論が行われました。弁護側は凶器が発見されていないことや物的証拠がないことなど、被告を犯人だと断定する証拠が不十分で疑いに合理性がないとして無罪を主張しました。 Even if the financial day of reckoning was impending, if it was right there, Alec would not have killedThe people he loved the most in the world. その後、陪審員は評議に入りましたが、予想以上の短時間でマードック被告に妻と息子の殺害について有罪評決が出されました。Guilty verdict. 判決は30年から終身刑の実刑で、3日金曜日朝9時30分から言い渡されるということです。マードック被告は金融犯罪についてもマネーロンダリングや脱税など99の罪で訴追されています。マードック家の周辺には過去に起きたその他の死亡事故などについてさまざまな憶測が流れていて、
ニュース専門チャンネルや動画配信サイトなどでは長編ドキュメンタリーを制作するなど、この裁判は全米で旋風を巻き起こしています。